午前0時昼間の小学校は真夜中の小学校へ姿を変える。ここはミッドナイトホラースクール。教える授業は世界の不思議を作ること。コンサートでした。そう、ありがとう。でも、私の歌なんてまだまだよ。はい、そう思いました。あら。リリーさん、これを受け取ってください。ん？何これ？はい、この楽譜はですね。昨日私が図書室で、リリーさんがコンサートで歌う曲目を調べていた時です。どんな曲なのでしょう。ワクワクしますね。突然、眠気が私を襲いました。宇宙、いや、異次元。どこからか降り注いでくる不思議な何かを感じました。そこに、この楽譜が落ちていたのです。スリーピングドールズ？眠れる人形たちって意味ね。今度のコンサートで歌ってみてはどうでしょう。そうね。ありが
よかった。喜んでもらえて嬉しいです。うん、早速歌ってみるわ。じゃあ行くわよ。どうぞ。素晴らしい。きっとこの楽譜はリリーさんのために私の前に出てきたに違いありません。本当？じゃあフルコーラス歌ってみるわ。はい。やっぱり下手なのかな、私の歌。ねえ、ジーニってば。もう失礼しちゃうわ、歌ってる間に寝ちゃうなんて。せめて拍手ぐらいしてくれてもいいじゃない。ひどい、からかってるのね。もういいわ、あっちに行ってよ。時計の絵は5時を指してるわ。ひょっとして朝の5時になったらみんなの眠りは覚めるってこと？あと3時間。本当に何でも命令を聞いてくれるのかしら。たまにはこういうお姫様気分もいいものね。そうだわ。1時間か。みんな急いで。ちょっと急がせちゃったけど、まあいっか。私の不思議はあなたに届く。眠っている時は正直な心のままなのね。私の歌が良くないからみんな楽しそうな顔してないんだわ。お姫様、私だって楽しくないもの。早く元に戻らないかしら。あ、待って、みんな眠っている時は正直な心。そうだわ。
なさい、呼び出したりして。ドッキーに話があるの。でもその前に、フクロウじいさん、耳を塞いでて。ピラニン、あっち行ってて。ドッキー、ねえ、ここに座りましょう。私ね、思い切って話すけど、いつもきついことばっかり言ってるけど、私実はドッキーのことが好きなの。ドッキー、私のことどう思ってる？好きだったら右手、何とも持っていないなら左手を上げて。何してるんだ、こんなところで。そうだ、ちょっと待ってて。どうして？何やってんだ。用がないなら教室に帰るぜ。一体どういうことなの？そなた、あの曲を歌ったのじゃな。黒じいさん、この楽譜のことを知ってるの？知っているとも。スリーピングドールズじゃろ。一度歌ってみんなが眠ると、その楽譜はまた図書室のどこかに隠れてしまうのじゃよ。そんな。だからそなたの持っている楽譜はもはやただの紙切れじゃ。リーディーさん、そんなに次々と、はい、頭の方を変えられても。お願い、もう一度出てきて。不思議な楽譜だ。さあ、今夜の不思議は音楽じゃ。音楽の不思議。楽しい曲は楽しい気分に。勇ましい曲は勇気ある気分に。怖い曲は恐怖の気分に。ミッドナイトホラースクールの生徒が怖い曲で逃げてしまうとは。今夜はこれでおしまいじゃ。